どうする家康の低視聴率とは対照的に平野耀の演技力が輝き日本のドラマ界に新たな風を巻き起こしています。日本のテレビドラマ界において NHK 大がドラマは常に注目の敵となります。その中でもどうする家康は多くの期待と注目を集めてきました。しかし最近では視聴率が低迷しその理由を探る必要があります。 一方で、ジャニーズの新生、平野紫耀の演技が話題をさらっており、ドラマ界に新たな風を巻き起こしています。NHK 大河ドラマ、どうする家康の現状 NHK 大河ドラマ、どうする家康は、日本の歴史を題材にした壮大な物語であり、多くの俳優陣が出演し、国内外から注目を浴びています。 しかし、5月7日の世帯視聴率が10.1%にとどまったことは、制作人にとって厳しい現実を示しています。この低視聴率は番組のテコ入れ不発を意味しており、ドラマ制作人は視聴者の関心を引き続き聞かせる必要があります。このテコ入れの一環として、主演の松本潤ら出演者が浜松で、 浜松祭りのイベントに参加し番組の PR を行いました。しかし、このイベントが視聴率向上にはつながらず、ドラマの魅力を伝える難しさを浮き彫りにしました。キング、リンチェプリンスヒーローのようの役進に一方でジャニーズ事務所から新たな才能が踊り出ましたた。 平野紫耀は主演男優賞を受賞し、スポーツ神の年間ドラマグランプリで黒詐欺をの位置に導きました。この受賞は平野紫耀の演技力を高く評価する声が多く、その才能を称賛するものでした。平野紫耀はジャニーズアイドルグループ、キング、リンチェプリンス。 一員として活動しており、そのメンバーとしての成功もある一方で俳優としても注目を浴びています。彼の演技力は、今後のドラマ界における新たな存在として期待されており、その急成長には多くの注目が集まっています。平野仕様の演技評価兵や仕様の演技について、多くの専門家やファンから高い評価が寄せられています。 彼の演技はその幅広さと深さにおいて注目され、次世代の俳優としてのポテンシャルを示しています。1、感情表現の豊かさ平野仕様は、役柄に応じて幅広い感情を表現する能力に優れています。彼の演技は繊細で、観客に感情の共感を呼び起こす力があります。この感情表現の豊かさは、 彼が異なる役柄に挑戦し、それぞれのキャラクターを生き生きと演じる原動力となっています。2、ダンスと演技の融合平野仕様はジャニーズアイドルとしてのバックグラウンドを活かし、ダンスと演技を融合させたパフォーマンスを披露します。彼のダンスはその華麗さで知られ、演技との組み合わせにより、視聴者に魅力的なエンターテインメントを提供します。このユニークなアプローチは、 彼を他の俳優と一線を画す存在にしています。三役柄への徹底した取り組み。平野紫耀は役柄に対して真剣に取り組む姿勢が評価されています。彼は役柄の背後にあるストーリーや感情を理解し、役を演じる際にその真相に迫ります。この徹底した取り組みが、 彼の演技のクオリティを高めており、彼の演技が観客に強烈な印象を残す要因となっています。4. 多彩な役柄への挑戦平野仕様は様々なジャンルや役柄に挑戦しており、その多彩さが彼の演技力を証明しています。コメディからドラマまで幅広い作品に出演し、異なる役柄に挑戦することで俳優としての成長を示しています。 これにより、彼は将来的には幅広いジャンルの作品で活躍する可能性を秘めています。今後の展望 NHK 大河ドラマ、どうする家康が低視聴率に苦しむ中、平野市要の成功は新たな巧妙として輝いています。彼の演技力と多彩な才能は日本のテレビドラマ界において重要な存在となることでしょう。 ジャニーズとしての役割を果たしつつ、俳優としての成長を続ける彼の今後の活躍が楽しみであり、彼の急成長がドラマ界に新たなエネルギーをもたらすことは間違いありません。ベテランアイドルたちも、平野紫仕様のような新たな才能に対抗するために、さらなる努力が必要です。競争が激化する中で、 視聴者に感動と興奮を提供する俳優たちが、日本のテレビドラマ界を一層魅力的にしていくでしょう。NHK 大河ドラマ、どうする家康は、手こ入れの試みが多発に終わり、視聴率の低下に悩んでいます。しかし、その一方で、ジャニーズの新生、平野紫耀の演技力が輝きを増しており、今後のドラマ界での活躍が期待されています。 彼の感情表現の豊かさ、ダンスと演技の融合、役柄への徹底した取り組み、多彩な役柄への挑戦など、その演技力には多くの賞賛の声が寄せられています。平野紫耀の成功は、ジャニーズアイドルとしての役割を果たしつつ、俳優としての成長を続ける新たな巧妙と言えるでしょう。 彼の活躍によって日本のテレビドラマ界に新たなエネルギーがもたらされ視聴者に感動と興奮を提供し続けるでしょう。ベテランアイドルたちも新たな才能に対抗するためにさらなる努力が必要です。競争が激化する中で日本のテレビドラマ界は一層魅力的になり視聴者にとって楽しみな未来が待っています。